でも神田さんがプロレスに対して未練あるんだろうなみたいなちょっと思うことあって、ヒップホップ彼女も好きでクラブ行ったりして、でプロレスもやってモデルもやってっていうのを見て、あ、なんかいいなっていうか、私もそれぐらいなんかいろいろやりたいみたいな、自分を変えれるのってプロレスしかないなと思って、プロレス楽しんでくれてる姿見て嬉しかったです。誘ってよかったなって思いました。タッグで負けたやつがシングル挑戦できるわけねえだろ。おい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 、ここにいる八つはお前とシングルマッチをやってよ。おいなあ、タッグで勝てばいいだろ。俺と八つを組んでお前と誰かでタッグマッチやって勝ったらシングルマッチやれよ。おい、この格好で出てくられますか。いや、認めるしかねえ。TTB と東京所属のメレッサ内上亜です。この度9月10日新宿フェスの大会でプロレスで復帰することを決定しました。TTB 東京はチャイオタだけじゃないぞと、内上亜もいるぞっていう存在感を大いにアピールしてほしいなと。彼に僕らが今目指しているものはこうだよって、彼の場合口で説明してもなかなか分かってくれない部分も多い人間なので、まあだからこそこういう練習とか試合を通じてもっともっと分かり合いたいなっていう部分は本音としてあります。ディスられたり、なんていうんですかね、こう PVP に対してのなんかこう意見とかで納得いかなかったりするとちゃんとなんかムッとはするんですけど、まあ、愛かどうかは分かんないですけど、自信はあるのかなとは思うんですよ。対談を考えてますけど、文章作って明日朝10時に送ろうと思ってて、お前のモヤモヤの元凶のやつさ、お前ぶっ飛ばしたくねえのか。うちで仕事ね、他に俺とお前が出会って今年で15年なんです。リングの中でプロレスで大谷の思いを全部俺に見せてくれよ。見つけた結果、やっぱ大谷しょっぺえな。やっぱあいつの行動は動作回りだと言うならばそれまでだし、やっぱあいつ大したもんだと思ったら俺の勝ちだ。もう三富三富のもんですから三富って言ってたらさ、これなんか